人生うまくいかない時ってめちゃくちゃ負のオーラやばくないですか？ Hey guys! あまりさななさ、皆さんこんにちは。知識レビューをしている勉強マニアのななさです。皆さんはポジティブですか？ネガティブですか？まあ基本この質問も間違っているかもしれません。まあ人間前向きになる時もあれば、全てを悲観的に考えてしまう時もあるということに気がついたからです。まあ私も基本ポジティブで、周りにポジティブな人も多いんですけど、そんな時はもう私らしさ 120% みたいな、もうどんどんやりたいことやって、仕事も最高、プライベートも最高みたいな気分になります。もう私があなたでも私になりたいわみたいな、まあ、そんなにもポジティブでうまくいっている人がですよ、長い目で見た時にめちゃくちゃネガティブになってしまっていた時もあるんです。私も過去に数回あって、今まさにね、そんなネガティブアリーサからポジティブアリーサに徐々に戻っていってんのかなぐらいな時なんですけど、まあ、人生で辛いことって少なからずやってくるし、やっぱり数年前にね想像した人生がガラッと変わってくるっていうのがこの年代、まあ、20代30代だと思うんですよ。でそうすると思ってたのと違ったとか、もう仕方ないかっていう気持ちも湧いてくる。でこれまた40代とか50代になったら、それはそれでそんなねネガティブにさらに追い打ちをかけるようなことっていうのもまだまだねあると思うんですよ。じゃあそんな時どうすればいいのか、いろいろ本読んで試しました。自己啓発本、ビジネス本、100冊以上は読んでますから知識はあります。そこで行き着いた答えは、これをすればポジティブになれるとか自分らしく生き生きできるって無理なんですよ。特にネガティブな時に無理やりいろんなテクニック使っても、昨日まで死にそうになってた人がいきなり今日から元気はつらつなんて無理じゃないですか。だからネガティブな時には無理してポジティブにならなくてもいいです。落ちるとこまで落ちればもう上がるしかない、それぐらいの気持ちでいいんです。ただポジティブな時、どんなことをしていたか、どういう行動をしていたか、これらを参考にすることでネガティブを脱するスイッチっていうのが入るきっかけになるかもしれません。まあ、例えば皆さんも料理のレシピを見てそれを真似して作ったら、一流シェフの料理でも近い味が再現できちゃいますよね。それと一緒です。自分はポジティブじゃないしうまくいかない、でもポジティブでうまくいってる人の真似をしていれば、それを継続できれば自分も気づいたらポジティブになるっていうことってあるんです。まあ、形から入るじゃないですが、私も営業マン時代に営業成績がいい人の真似をひたすらしていました。もうその人になったつもりで営業先行ってました。そしたら気づいたら自分がトップになってたんですよね。もう契約ポンポン決まるんです。まあ、仮に決まらない時でも、あの人が営業行って取れなかったら誰が言っても取れんやつだわって前向きにね、すぐに切り替えることができました。なんでこんな話をするのかというと、今からご紹介する7つの行動リストは、そんなポジティブでうまくいく人がやっている行動だからです。これは多くの本とか、実際に私があった上位 1% で仕事で成功している人とか、うまくいっている人、何があっても前向きで乗り越えていく人、そして私自身が先ほどのようにポジティブで絶好調っていう時にやっていたことになってきます。私が上位 1% の人たちと出会えたのも、いろんな本を読んで勉強して自分の脳をそういう人たちと同じ思考にできていたからかなと思うんですよね。上位 1% は年収でいうと1500万以上なんですが、今思うと 1% どころか 0.1% 以上の人とも何人もね出会っていろいろお話しすることができたんですね。で私がそういう人たちとお話しできたのも、多分ちょっと面白いからもっと仲良くなってみたいなと、時間作ってもらえたりとか、何かあると相談したりされたりっていうのができたのは、まあ、私の年収は彼らほどでは全然ないんですけど、思考が同じだったからかなとほぼ確信しています。まあ、その風にビジネス本とか自己啓発本読んできて、そういう脳内になっていた私は、まあ、彼らともねほぼ同じような思考回路を持っていることが多くて、普通はこういう話してても相手に伝わらない、まあ、理解が不高いところでできない、なんか自分が説明したいになった気分がしちゃうんです。でもそういう方たちとの会話ってトン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 話が進んだり、言わなくてもお互い言いたいことが分かったりします。それでいて的確な答えを出してくれます。私が彼らにとって役に立つ答えが出したか分からないですけど、まあ、そもそも彼らって自分にとってメリットがないと相手にしないことが多いので、まあ、少なくともその中には入れてたのかなと思います。まあ、こんな感じで思考は人間関係も生き方も人生も変える力があるよということを伝えたかったです。で元々はそんなね 0.1% 以上の人になんてなかなか出会えないと思うんですけど、まあ、引き寄せてくれてるんですかね。本を読み始めた23歳ぐらいからどんどんそういう人と出会うことができて、ますます自分もね勉強になることが多かったんですよね。そういう人からは本当に隣にいるだけで学びがあります。まあ、ということでそろそろ本題なんですが、そんな風に私が上位 1% 以上の出会いを掴んできたきっかけでもあり、自分がポジティブでうまくいく時の思考にもなれる行動リストをご用意しました。ぜひ試してみてください。まず1つ目、心の声に従う。まあ、先ほどの 1% に入っていない多くの人は心の声と逆のことをしています。本当にあの上司は最悪だ、この会社は嫌だと言いながらその会社にずっと通ってます。心の声どころか、まあ、表に出ちゃってますね。声として彼女が、彼氏がこんなひどいことしてきた、主人は、嫁がいつもこうしていると言いながら付き合ってます、結婚生活続けてます。もっと言うと、こんなに税金払いたくない、こんなことしたくない
したくない、こんな勉強したくない、こんな付き合いしたくない、そう言いながらしていないでしょうか。もちろん愚痴を言うのは仕方ありませんが、私は愚痴が出たら何か行動を変えるお知らせだと思っています。警報です。そこで変えないととんでもないことになってしまう。なので愚痴が出るようになったらその都度転職です。陰で彼氏の文句言いたくなったら新しい人を探し始めます。心の声が反対していたらその通りにする。そうするとどれだけ人生が清々しくなるのか。いや、わかりますよ、皆さんの言い分も。家族がいるから、そんなことしてたら生きていけない、そこまでしてまでとね、自分の中で心の声がそうやって聞こえてきたら、それでもね、そんなことしてまでっていう風に自分の中でそういう、現状維持したいっていうさらなる心の声が出ちゃうんですよね。ならここで選んでください。ずっと今のままでいるか、行動を変えるか。ちなみに心の声に従い始めてから私の人生は好転しました。そこからは自由っていう価値観がほぼトップに来ています。もうこれがやりたいと思ったらすぐ実行する、その行動力を鍛える練習っていうのも必要です。まずは心の声が何を食べたいか聞いてみてください。それを食べに行くとか、もうそういうね、小さいところからやってみてください。続いて2番目の行動は、ちょっといいものではなく最高のものを揃えるということです。ちょっといいもの、普通の時とかネガティブな時ってそれで溢れてるんです。だから気持ちよくなれない。自分を幸せにしてくれるものに囲まれていたら最高ですよね。ブラピにキムタクにソンジュンギに囲まれていたらネガティブになる要素ゼロですよ。さすがにね、イケメンなかなか用意できないので、自分で買える範囲とかでいいと思うんですけど、今家にあるちょっといいものは全部捨ててみてください。人間関係もそうです。ちょっといい人がいっぱいいる時と、本当に心からつながれてるっていう風に感じれるような、どんな困難も一緒に乗り越えていきたいような友人とかソウルメイトとか、その人がいるっていうだけで、もう考えただけで満たされるんですよ。それがそこまでの関係じゃないから、この人別にそこまで好きじゃないけど他にいないしっていう、そういう関係だから辛くなるんですね。他に選択肢がないからしなくちゃいけない。それで溢れている人は大抵ネガティブになってきます。自分がしたいと思えるもの、これは欲しいと思えるもの、それだけいれば、そっちの方がもう十分満たされて幸せになるということに気がつきました。なのでちょっといいものを捨ててみることで本当にいいものが見えてきます。これが2つ目の行動リストです。そして3つ目の行動リストは、周りにポジティブな人を置くということです。周りの影響って偉大です。人間元は集団で昔から生きていた生き物なので、昔は1人仲間外れにされるとそれは死を意味するということでしたよね。なので周りの人に合わせようっていう習性がついているそうです。だったら皆さんが今一番接する時間が多い人、機会が多い人、上から3人挙げてみてください。その3人はそんな風に自分もなりたいと思える人ですか？私はこれが顕著で、うまくいってる時はまさにそんな感じでした。私もそうなりたいし、そんな風な生き方とか考え方持ちたいと、そう思える人と接する時間が一番多い時は、自分の仕事もプライベートも全部うまくいってめちゃくちゃ楽しいんです。もう私にはこの人がいて本当に幸せだ、よかったみたいに思えるようになってくるんですよね。このご縁は本当に素晴らしいと、大切にしないとって思えるような人いましたか？そういう人が周りにもしいたらポジティブになりやすいです。幸せになったり成功しやすくなります。そして4つ目の行動リストは、不完全な自分を大切にするということです。パーフェクトにやろうとするとちょっとしたことでイライラしたり、できない自分に対してどんどん自信をなくしていきます。多くのビジネス本で言われているのが、質よりも初めは量を重視すべきということでした。それなのに完璧にやろうとする人が多いです。例えばよくあるのが、 YouTube やりたいといいカメラ買ったり編集をして、確かに素晴らしいクオリティなんですが、それ1本作るのにどれだけ時間かかってるのっていう話なんです。それよりも、もう画質悪くても編集なしでも量で勝負した方がいいと言われています。そのうちどれか当たったら、それに似たものを出していくことで伸びやすくなるし、数をこなすことで自分にとってもいい練習になります。 TOEIC の試験に関しても全部読もうとする人たまにいます。確かに読み飛ばすと気持ち悪くて、しっかり読みたくなる気持ちもわかるんですけど、それができるようになってからスコア圧倒的に変わるんですよ。もしね、それでも完璧じゃないと気持ち悪いという方へ、私が好きな話を共有します。そんな時は皆さん iPhone を思い出してください。最初の頃とかバージョンアップすると、もう今でもバグとか不具合必ずありますよね。何度もバージョンアップしていってます。あんなに世界的に iPhone 排出してから何度もバグがあるんです。私もそんなね、完璧じゃないなっていう風に気になってる時は iPhone 見て、いつもね、完璧求めなくてもいいんだという気持ちを思い出しています。そして5つ目の行動リストは、人生の展開を楽しむということです。これはコロナ禍でもハッピーに乗り越えれた人とそうでない人との差かもしれません。確かにね、今までやってきた仕事ができなくなったり、下手したら潰れてしまったり、人生の危機に陥ったと思います。そんな時に楽しむ余裕なんて普通はないですよね。もちろん無理して頑張る必要はありません。私も人生の展開に絶望したことが何度かあります。でも確かに私より壮絶な人生を歩んでいる人もいます。幼い頃に両親が離婚して、養子に出されて施設を転々として、家族とも疎遠な状態でたった一人で
頑張ってきた人や事業が回らず何千万の借金をした人などまあね DJ 社長さんとか見てれば皆さんも分かりますよね。あれだけね普通の人だったらピンチに感じるところを逆に楽しそうに生き生きしてる、あれは人生の展開を楽しんでいるんですね。もちろんどれだけ強そうに見えてもメンタルが傷つかない人とか絶望しない人はいないと思います。しかし嘆いていても絶望してても何も変わらなかったらどうせだったらもうそれを楽しんでしまった方がいいということです。これは過去にねどっかの動画で言いましたが、思いもよらない展開に絶望的になったら数年後そのことを笑い話にしている自分を思い描きます。もうそれを武勇伝にしてしまおうと。そしてそういういろんな経験をしてきた人ほどそういう人の気持ちが分かるようになってきます。人間としての人格の振り幅が広がってきます。分かる人には分かるので大丈夫です。そして6つ目はすでに持っているものに感謝するということです。これはいつも言ってることですよね。いろんな自己啓発本に書いてあります。しかし本当にポジティブな人とかうまくいってる人ってそんなことにまで感謝できるのみたいなくらい感謝を習慣にしてるんですよね。例えば私の友人でも病気になってくれてありがとうとか、普段の健康にねそれ気づかせてくれるからありがとうっていう風に思うそうなんですよ。また昔働いていた会社でも成果がね全然出してない時に社長から呼び出されて怒られるのかなって思ってたら、いつもありがとうなと感謝されたことがあってびっくりしたことがあります。もっと頑張らないとなってよりね励みになったのを覚えています。通常人はつい自分が持っていないものに目を向けがちなんですね。あの人が羨ましいとか、自分はなんてこんなんなんだろうと、逆にねいいところも絶対あるはずなんですよ。なので今感謝すべきことがない人間なんて世の中に極論言うといないと思うんですね。感謝すべきこと、まあ誰かにね発表するわけでもないので、なんだそんなものかと思われるようなものでいいんです。自分は両手両足が使えるとか、こうやって考える能力があるとか、この動画に出会えたことすら感謝すべきことに入るかもしれません。感謝を探す一日にすると少しだけ毎日が自分らしくなっていくような気がしました。私も自分と関わってくれた人すべてにありがとうと伝えたいです。たとえうまくいかなくても喧嘩することがあっても、後から振り返るとそれを上回るぐらい一緒にいて幸せな時間を共有してくれたり、学ぶことがあったり、ありがとうということでその人との関係性もいいものとしてずっとね継続していくことができるからです。そして最後の7つ目は、今度は未来の自分が感謝するようなことをするということです。今のことしか考えられなくなるとより不安になります。うまくいく人は長期的視点でものを考えれる人です。もちろん先のことはわからないし、将来のために今を犠牲にするのとは違うと思いますが、うまくいく人は将来の自分のために動いています。例えばなんですが、今の皆さんが10年前の自分に声をかけるとしたら、感謝するとしたら何て言いますか？私だったら、YouTube 始めてくれてありがとうとか、仕事辞めてくれてその選択ですごく正しかったよとかなってくるんですけど、逆にね10年後の自分は何て言うと思いますか？こちらの俺の生存戦略知性編に出てくるテイカールも25億人が視聴している YouTube チャンネル持ってるんですけど、未来の自分から学ぶと言われています。今から10年後の自分を考えて、今の自分に何ていうアドバイスをしているか、そうやって今の自分により意味を持たせていくっていうことをすることでポジティブで入れたり、後々成功していくのかもしれません。ということで以上7つの行動リスト、いかがでしたか？どれも簡単に今からできるのでやってみてください。覚えていますか？心の声に従う、ちょっといいものではなく最高のもので揃える、周りにポジティブな人を置く、不完全な自分を大切にする、人生の展開を楽しむ、すでに持っているものに感謝をする、未来の自分が感謝するようなことをする、ぜひ参考にしてみてください。私のチャンネルではこのように今から使える知識を提供している大人のための勉強チャンネルです。自己啓発本やビジネス本も紹介していってますので、ぜひ今日の動画がいいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。では皆さんの人生もよりポジティブにうまくいきますように。よかったら概要欄から私が作ったユーデミの講座も見てみてください。では、See you!